ね、今の状態では、まあ、出口さんの解説によれば、ね、あの2つの民族が、ね、あの地域を分かれて住んでね、で共存共栄を図ろうという、ことだけどもですね、そのどう言いますか、交渉の土地をまあ言ったらこう、ね、西岸とかイスラエルが、まあ、あの占領してますからね、そしてこう入植をどんどん進めている、その姿はあのこれからですね、どう言いますか、パレスチナ国家を作ろうとする土地、ね、一つのまあ言ったら、まあ、ピザに例えたらですね、交渉の最中にどんどん、まあ、一歩が食べていっていると、やがてもうどういうか、そういう二国家共存いうことがね、棚上げになってしまうんじゃないかとね、そういう、まあ、状態になってきているというね。でただまあ労働党のね、労働党の人たちなんかというのはですね、まあ、将来的にですね、こういうふうにね、ヨルダン川西岸まで含めてね、これをまあ言ったら、イスラエルがね、こちらから入植して、拡大どんどんしてね、飲み込んでしまう、ね、なってしまったときに、この、まあ、パレスチナ人の地域ってどうなるのか。もまあ問題ないです。というのは、まあ、イスラエルは一応建前だと民主主義国家ですからね。民主主義国家、ね、そしてまあ目指すのはまたユダヤ民族の文化とアイデンティティを大事にする国家を大事にしようとね。しかしですね、この飲み込んでしまった時に起こりうる一つのまあ危険性としてですね、このアラブ人というかパレスチナ人とのです、ね、人口の逆転というね、その危険があるというんですね。でその時にまいたらこう南アフリカはそうですけども、結構白人がまいたらこの、まあ、アパルトヘイトの時代が終わって自由選挙の時に黒人の大統領が出てるんですよね。でそういうまあ可能性だと思うんですね。でそのことが起こらないようにですね、まあ、今やってることは入植地を増やしてですね、非常に圧力を加えてね、国からアラビア人に関しては追い出す政策を取ってるんですよね。ここにおいても未来がないということでね。だからこのエスニッククレンジング、民族浄化ね、この政策をまず、まあそういうことに対してね、このまあクリスチャンはですね、まあどっちかというと中庸のスタンスのね、新イスラエル派っていうのはね、まあ、交渉によってね、やはり正義とあればね、やはりイスラエルとパレスチナの、まあ、相互尊重、共存共栄ね、そしてここにまあ、入植にブレーキをかけるね、入植の撤去ね、だからオバマさんはそれを巻いたら提案してですね、1967年ですかね、の状態から交渉のスタートすべきだという、ね、提案をネタニヤフさんにしたんですけど、ネタニヤフさんは大イスラエル主義ですから、ね、もうそれから交渉が動かなくなってしまっているね、まあことですね。まあそういうことはもうこの出口さんのね、解説に書いたと分かりやすいですね。だからまあ、私もまあ、親イスラエル的なスタンスですけども、しかしこの前言ったら神学をやってるものとしてね、やはりこう、どういうか、そういう、この問題に対する、まあ、極論を支援するような、何かこう、動きに対しては、共同歩調は取りたくないなというね。それから、まあ、エルサレム、ね、エルサレムの問題なんかもですね。エルサレム、ねね、だからこの こちらのですね、神学的なスタンスから言ったらですね、もう地上のエルサレムっていうのはですね、どういうか、そんな特別な
存在として、この理解者ならないという立場ですよね。このクリスチャンとしてはもう天のエルサレムね。だからこの交渉によってね、何かこう出てくるね。しかしですね、このこちらになってくると、まあ言ったら交渉の余地なしとね。それからまあ、神殿についてもね、神殿についてもですね、私たちの、まあ、中央の福音理解であれば、まあ、神殿とか捧げ物とか、それはヘブル書であればですね、それはもう本体の現れる影であるね、天の聖女の写しであるね。だからこのイエス様が来られね、そしてキリストの御霊の臨在があると、ね、そこが、ね、私たちは聖霊の宮で、ね、クリスチャン、またこの、ね、教会、ね、アブラハムの信仰のあるところね、ということで、この神殿の再建ということに対してもね、このまあ、こちらになったら、まあ、言ったらこうです、ね、あそこの、まあ、ドームを壊して神殿を再建すべきだみたいな、ね、考え方を、まあ、バックアップするというね。まあいろいろですね、まあそういうことで、まあ、聖書をですね、どのように解釈するかで、まあ、いろんなテーマでですね、まあ、スタンスが違ってくると、ね、いうことですね。だから、まあ、神学会でもですね、まあ、聖書解釈があり、ね、から教理が生まれ、ね、そして、まあ、いろいろな争点ですね。ね。だけど、まあ、教理があり、まあ、実践、ね。実践、ね。教理を目指して実践があり、で争点があり。で、まあ、ガイドラインと。ね。いう、まあ、この、枠組みで考えればですね、やはり正しい、その使徒的な聖書観と聖書解釈に立たないとですね、間違った教理が生まれてきてね、そして何かこう非常に何かこう民族浄化のような実践を支援するようなキリスト教の力を生み出してね、そしてまあ非常に私からすればまあ神の汚すね、そういうまあ行為をまあクリスチャンに支援している。福音主義的なイスラエル論に対する、まあ、ガイドラインというのはね、まあ、今日、まあ、必要なことじゃないかなと思った。またなんか日本が、ね、日本のキリスト教会がね、こういうまあ言ったら聖書解釈とまあ言ったら教義と実践にね、翻弄されてしまわないかなというね、今のなんかこうイスラエルモーデというか、またこうね、イスラエルための祈れ運動とか、またこう、オーダーゼロのクリアレストレーションね、いっぱいそういう、ね、ペンテカリスマはなんかこう、こちらになんかこう、なんか一色に染められていきそうなね、まあそういう、まあ、危機感をまあ私自身は持っているということですかね。だからまあ、少なくとも、KBI の卒業生はまあ、自分たちの立場はどうであっても、ね、まあこういう問題が、このことにはあるんだということをね、一つまあ理解を携えて、またね、卒業の現場でね、いろいろ格闘してほしいと思いますね。そしたら、何分までですかね？12時、20分半。半まで。はい。そしたら、そうですね、ちょっと、15分まで休憩して、最後やりたいですね。はい、また質問があれば、その最後の方に始める。